はい、どうも皆さんこんにちは。聞こえてますかね。ちょっとコメント打ってくれると助かります。今接続確認中です。できればぜひこんにちはなど適当なコメントを入れていただけると助かります。どうですかね。さて皆様聞こえておりますでしょうか。さて今、はい、こんばんは。あ、ゴールデンケンさん、科学大好きさん、はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。なんか音量とかは大丈夫ですかね。皆さんどうですか。大丈夫なら大丈夫って言ってくれると助かりますし、まああと、まあ大丈夫で問題ないよっていう方はですね、まあぜひモロピーの配信始まったよって言って、ちょっとツイッター、まあ今 X か、X でポストしたりですね。まああとは何だろう、質問相談。まあちょっとね、今日使える、言ってもいいような相談とか質問っていうのが、まあそんな来なくて、まあ4つぐらいしか今ないので、コメントで書いてくれたら嬉しいなと思います。ゴールデンケンさん、ありがとうございます。大丈夫です。っていうことで、じゃあまあすごい、まあ問題なく聞こえているようなので、じゃあね、時間にもなりましたし、始めていきましょうか。雑談タイム等はですね、まあそんなに考えてなくてですね、時間が余ればっていうことを考えていたんですけれども、まあ今日は、普通に、始めていこうかなと思います。で、さっきも言いました通り、まあぜひぜひですね、皆さんコメントを書いて盛り上がってくれたら嬉しいですっていうのも、やっぱりですね、配信してる側っていうのは、虚空に向かって喋るっていうことでね、まあ本当にですね、寂しいというか、結構不安になってくるんですよね。なので本当にコメントを書いて、一緒に盛り上げてくださるとですね、あ、私も一人じゃないんだなぁ、みたいな風に思いますし、まあ見てる人もね、それぞれが楽しくなると思うので、まあどうせちょっとね、聞いてあげようかなって思うんであれば、コメント、とやってくれたら幸いでございます。それでは始めていきましょう。あ、ごめんなさい。でですね、今日のお品書きになるんですけれども、新雪科学さん、こんばんは。ご機嫌うるわしゅうございます。ということでね、はい、ご機嫌うるわしゅうございます。で、今日のお品書きなんですけれども、チャンネル運営報告、これは毎年やっておりまして、まあそれを簡単にですね、さらっと述べて、今年はこんな感じでしたってちょっと振り返らせていただくのと、まああと私の中で、今年一番なんだろう、ビッグイベントっていうのもなんですけどね、私の中で非常に大きい影響を与えた、こととして、俺を撮れっていうのがありまして、まあYouTube の動画で、1、2回紹介したこともありますし、まあ皆さんご存知かもしれないですけども、まあそれがね、私にとって何だったのかっていうのを、まあちょっと時間経ってから振り返ってみるっていうのもさせていただこうかなと思います。そして、3番目がですね、本日のメインディッシュ、有機化学 X 論文アワード受賞式ということで、まあいろいろ面白い論文をですね、応募いただきまして、で、私が審査、私と、で、あとスポンサーの方々で審査させていただくということになるんですけれども、まあその受賞者決まりましたので、今日は盛大に発表したいと思います。で、本当に立派な、すごい、なんだろう、有機化学の面白い論文が集まったなと感じておりますので、まあちょっとね、全部紹介するのはちょっと時間が足りないので、受賞者の論文になるんですけれども、まあ簡単にさらっと紹介させていただいて、あ、2023年、まあ今回はね、日本の有機化学がほとんどだったので、日本の有機化学、こんな進歩があったんだな、こんなすごい研究あったんだなっていうのを、まあ普段有機化学あんまり馴染みない人にもね、できるだけ分かっていただけるようにお話しできればなと思います。で、まあ、これが終わったらもうあとは、もう別に大事なことは何もないということで、くだらないことを話していこうと思うんですけども、まあ皆さん、正月、まあ年末、ちょっと時間ありますよね。で、そういう時、何で暇つぶしていいか分かんないよっていう人も多いと思います。で、私、それのおすすめ、今日は紹介しようと思います。もうめちゃくちゃ時間潰せるというか、有効に、
使って楽しんでいただけるものを紹介できると思うので、これもですね、実は結構聞いてほしいお話ということになります。で、最後に質問相談コーナーということになるんですけれども、まあ質問相談、X でね、募集したらそんなに来なかったんで、足りてません、正直。あんまり長い尺持たないと思うんで、できれば皆さん、ぜひですね、なんかコメントで、こういうの、どう?って言ってくれたら私答えますので、ぜひよろしくお願いしますということで、ちょっとですね、あ、山本隆弘先生、こんばんは、こんばんは。で、有機化学を学ぶ人を来てくれたんだ。ありがとうございます。有機化学を学びに来ました。もう怖いよね。素人質問で恐縮ですがに近いね。なんかこう、不穏さを感じるんですけれども、まあ怒られないように頑張っていきましょう。はい。それでは YouTube の運営報告移ろうと思うんですけれども、まあ、ちょっとですね、3年前に振り返って、で、2020年の12月、まあ、時は2020年。で、この時、私初めて、YouTube ライブ生配信、今やってるやつですね、生配信挑戦してですね、まあその時は登録者5100人だったんですけれども、その年末ライブでですね、俺は、3万人目指すからなっていうね、威勢のいいことを言っておりました。で、その時の反応がこちらでして、おおと、大きく出られましたねとか、おお頑張ってくださいっていうような、まあ、大きく出たなっていうふうに受け取られたと思いますし、まあ自分自身ね、3万人って、どうやったらなんのっていうふうに思う、はるか彼方の数字だったんですけれども、皆さん、チャンネル登録者数の数見てくれたら分かるように2023年、今はですね3万4000人になりました。いや本当に皆様ありがとうございますね。いや3万人っていうのはなかなか遠い数字で、まあなんとなくね、私の YouTube 始める前の感覚で言うと、こういう有機化学のね、ハードな内容をやると、3万人がどんなに頑張っても限界なんじゃないかなっていうふうに、まあ想定してたんですね。で、それが、まあ、ちょっと時間はね、もう3年以上かかりましたけれども、まあついに3万人超えたということでですね、本当に、嬉しいし、まあなんか少し誇らしいですし、皆様にやっぱりいろいろ応援していただいているんだなっていうのを、まあやっぱり感じるわけですね。まあ本当にこの場を借りてお礼申し上げます。いつもありがとうございます。で、まあね、今後は何目指していくかっていうと、やっぱりね、大きく言っていかないと、口に出さないとね、叶っていかないということで、今後の目標はチャンネル登録者10万人ということでね、銀の盾を目指していくぞということになるので、皆様、ぜひですね、モロピー有機化学研究チャンネルを、お友達に布教してください。なんか一人10人ぐらいね、紹介していただければ、まあすぐに10万人行くんですけどね、皆さんよろしくお願いしますということで、ただね、まあそんなね、冗談はさておき、チャンネルの性質的にそんな、チャンネル登録者がパーンと跳ねるようなものではないので、まあ、ゆっくりでしか伸びていかないっていうのは分かりきっているんですけれども、まあ、それでもゆっくりね、牛歩でね、10万人をこう、じり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 目指していけて、まあ、細く長くやっていけたらなと思います。で、まあ、チャンネル登録者数だけが目標じゃなくてですね、あと、もう一つ目標があって、いろんな場所に呼ばれるようになりたいなっていうぼんやりとした願いがあります。で、私、まあ大学教員をその1年前はやってたわけなんですけれど、まあその時はですね、やっぱ大学教員って講演するとかね、学会発表するとかで結構いろんなとこに行ってね、楽しかったし、まあそこでいろんな人と会えたなっていうのが、まあ本当にいい思い出として残ってて、で、会社に行くとね、やっぱちょっとそれが、今の仕事は少なくとも、まあそんなぴょんぴょん飛び回る感じでもないですし、まあちょっと寂しいなぁ、その部分はちょっと寂しいなぁっていう覚えがあるので、まあ有機化学 YouTuber 何か有効に活用していただける、機会がありましたらですね、ぜひお声掛けしていただきたいなと思います。で、
影響力がやっぱりね、まだちょっと足りてないので、まあ、呼ぶに値しないっていうのは、もっともなんですけれども、まあね、影響力あるから呼ばれるか、呼ばれるから影響力がついていくのかっていうのは、もう鶏の卵と先、まあ、鶏と卵どっちが先かという話で、まあ、なかなかね、難しいところなので、ぜひですね、今、この生配信に付き合ってくださってる人はですね、呼んでください。呼ぶ側、最初の呼ぶ側になっていただけると嬉しいです。はい。と、まあ、チャンネルの運営報告はこんなところでして、まあ、よりですね、今日お話ししていきたいことっていうのをお話ししていくんですけれども、ちょっとその前にコメント見ましょうかね。お、3万人かーって、ありがとうございます。でね、3万人おめでとうございますって言ってください。ありがとうございます。で、本当にね、モロピーさん呼べるくらいになれるよう頑張りますっていうことでね、そうですよね、呼ぶ方もね、結構若い方が多いと思うんでね、大学生から、まあ言うても30ぐらいまでの人がほとんどだと思いますので、見てくれてよね。まあそういった方が、まあ長く続けてるとね、今大学生でも、まあ、10年経ったらねちょっと中堅になりますし、今中堅の人が見てくれてたら10年後偉い人になってますし、そしたらまたいろいろ読んでくれるようになると思うので、まあ一緒にですね成長してお互いを高め合っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでオレオトレの話をしていくんですけども、まあオレオトレ何なのかっていうと、まずオレオトレっていうのはイベントの名前になるんですけれども、その主催は誰なのかっていうと梅原大吾さんですね。でこの人の話をまずしないことにはオレオトレの話ができないわけなんですけれども、まあ、梅原大吾さんっていうのは誰かっていうとですね、日本初のプロゲーマーですね。まあその時点で結構すごい人なんですけれども、まあ日本初のプロゲーマーっていうのがどんな人でどんな人生を歩んできたのかっていうのを本当にね簡単にちょっとまとめたのがこのスライドになるわけなんですが、まず1997年16歳でヴァンパイアセイバー全国優勝、まあ要は格ゲーで格闘ゲームで16歳で日本一になってるぞってことになります。そして翌年、ストリートファイター03、まあこれも格闘ゲームですね。これで、全国大会優勝して日本一になって、世界一決定戦やって優勝したってことで、もう世界一なわけですね。それぐらいもうズバ抜けた、まあ若き天才だったんですね、かつての。そしてまあ本当にですね、いろいろ輝かしい成績をずっと収めたんですが、まあそれを紹介しているとね、永遠になってしまうので、まあ本当に省略するんですけれども、まあやっぱりですね、このちょっとそのプロゲーマーの成り立ちの面白いところっていうのがですね、当時ゲームがどういう存在だったかっていうところなんですね。今はですね、e スポーツとかそういう言葉が生まれているように、まあゲーマーっていうのがなんかね、仕事にしている人もいるなみたいな受け入れられ方してると思うんですけれども、まあ当時梅原さんが、ゲームしてた時代って全然そういう雰囲気ではないんですよね。もうゲームやってるやつとかオタクだし、ゲームに熱中するとか意味わかんねえし、ゲームで金もらう、そんなんありえるわけねえだろう、みたいな時代だったんですね。だから本当にゲーム日本一で優勝したからとか、世界一になったからって言って、何かこう飯の種になるかっていうと全然そんなことない。むしろ100円を入れて、ゲームをやるみたいな、そういう本当に別にゲームが本当に単なる遊びとしか成立していなかった時代ですね。そういう時代に、まあ、むちゃくちゃストイックにずっとやられてたのが、まあ、梅原さんで、まあ、梅原さんと同じ時代のね格闘ゲーマーもそういうやり方をしてたんですけども、そこで、まあ、本当に一番必死にやってたのが梅原さんっていう存在になるんですね。で、まあ、やっぱりですね、いろいろ思うところあったんでしょうね。そうやってどんだけ勝っても報われないとかいろいろあって、一度ですね格ゲーを離れて、プロ雀士目指すんですね。まあ梅原さん麻雀も達者なようでプロ雀士を目指して、でまあやっぱりかなりいいところまで行かれたそうなんですけれど、まあやっぱりですね格闘ゲームも麻雀もですね詰まるところ勝負っていうところがございまして、勝負の世界にちょっと疲れたそうで、まあ一時期ですね介護業界でずっと働いていたそうです。
もうすごい転身ですよね。で、それで、まあ、すごい格闘ゲームからもう離れちゃったそうなんですね。もうほとんど全然やらなくなったそうなんですけれども、まあ、2010年あたりにですね、ストリートファイター4っていう、まあ、ストリートファイターの新作が出てですね、それが出たから、まあ、ちょっとやってみようかっていうことで、まあ、遊び程度でやるようになったそうでですね。で、そうすると、まあ、なんかすごい、勝っちゃうらしいんですね。ブランクが長かったのに。で、一回、もう麻雀の道行こうって決めたし、まあ、介護業界に行くかっていうふうにもやって、実際にそれでやりがいとかもすごい感じらしてたそうなんですけれども、まあ、それでもやっぱり格闘ゲームっていうのが、まあ、そんなやってないのにやっぱり勝ててしまうから、自分にとって、なんかすごい大切なものだし、何か才能あるっていうのを、まあ、本当はっきり自覚なさって、まあ、いろいろ紆余曲折あって、カムバックしてですね、エボリューションとか、そういう世界に、まあ、世界大会なんですけどね、エボリューションって。まあ、オリンピックみたいなものだと思ってください。で、それで優勝したりとか、まあ、本当に、まあ、昔からですね、今なお最前線で活躍されているトップのプロゲーマーということになります。で、こういったすごい方ですね、本当にパイオニアなんですよね、ゲーム業界の。が、まあ、イベントを主催されて、まあ、梅原さん、イベントを企画するのも結構好きなので、まあ、そのイベントが、オレオトレっていうことになるんですけども、オレオトレはどんな企画かっていうとですね、まあ、なんでもありのオーディション企画ですね。で、ちょっと似てるところで言うと、マネーの虎に近いかもしれません。まあ、マネーの虎ってね、お金持ちが審査員になって、なんか、こう、志願者がプレゼンして、その虎と呼ばれる金持ちがですね、まあいいなと思って共感したらお金を出して、まあ支援するっていう形なんですが、オレオトレのシステムはそれに近くて、まあ審査員が梅原さんをはじめとして他にもいろいろ、まあ比較的裕福な方が審査員をされていて、まあマネーの虎よりも少しビジネス色が薄いっていうんですかね。重いとか、なんかこう、おもろいとか、なんかそういったところに価値を置いて、まあこいつちょっと手助けしてやろうかなとか、なんかいろいろ一緒に企画やろっかとか、まあそういう風に進めていくという企画になります。で、何でもありって言ってたので、私、格闘ゲームね、梅原さんのこと結構前から好きだったっていうのと、まあ何でもありって言ってくれてるんで、格闘ゲーム自分関係ないんですけれども、ちょっと一発出てみるかって言って、まあ、オレオトレに出演したということになります。まあ本当出演のスタジオがすごくてですね、これレッドブルの箱なんだそうなんですけれども、マジで機材とかいっぱいあって、なんかテレビみたいな感じでしたね。まあテレビは知らないんですけど、まあいっぱいカメラとかなんかいろいろ機材が置いてあってすごい感じでした。で、いろいろな人が来てはりましたね。ハンターハンター聖剣好きの人とか皆さんご存知ですかね。ハンターハンター再開するまでこう聖剣好きを毎日やるってツイッターとかでバズってた人いますけれども、まあその人が実際にですね、いましたね。出演されてました。まああとは歌手であったり演奏だったり、VTuber の人であったり、まあ社会学、アカデミックなところで言うと社会学専攻されている博士の学生の方とかですね。あとは当然、格闘ゲーマーの、まあアマチュアプロ問わずですね、いろんな人が来てて、格闘ゲーマーは、まあ格ゲーで後でね、対戦することになるんですけれども、まあ本当に幅広い人が来てました。で、こちらはノーモーションって言ってね、私が好きなお笑い芸人さんになるんですけれども、まあその二人も来てて、ついね、ちょっとミーハーで写真を撮っていただいてしまいました。ちょっとノーモーションのお二人のみんな、ありがとうございます。で、ですね、まあそんな、いろんな、本当にいろんなバックグラウンドの人が来る中で、まあこういう梅原さんをはじめとしていろんな、まあ方々ですね、格ゲーコミュニティのちょっと偉い人というか裕福な人たちに対して、まあ私がですね、ゲーマーに、まあ私の YouTube チャンネルをスポンサードしてほしいというようなプレゼンをしました。まああんまプレゼンはね、あんまというか全然うまくできなかったんですけれども、まあ改めて意図を簡単に説明するとですね、まあやっぱり、その、私がやってる YouTube 活動ですね、なんかゲーマーという、まあ、ある種ですね、学問から最も遠いコミュニティだと思うんですよね。ゲームと学問って。で、それで、ゲーマーが、その学問をスポンサードしてる
まあその構図がちょっと面白く映るんじゃないかなっていう思いであったりですとかね。あとはですね、まあやっぱり、まあ、そう逆に見えてですね、結構近しい部分というか共通する部分は多くて、本当に各ゲーマーの語ってるゲーム攻略とか勝負に対する考え方って、なんか研究者のそれと全く一緒でね、本当にゲームを突き詰めようっていうのと学問を突き詰めようっていうのは、まあ向いてる方向が違うだけでやってることはすごい似てるっていうところがありまして、まあだからこそそういう私はですね、梅原さんとか結構そういう人が好きだったりするんですけれど、まあそういうことをですね、学問コミュニティにちょっと伝えていけたらなっていう思いがあって、こういう意図でスポンサードちょっと少額で月1万円でやってくれませんっていうようなプレゼンをしました。でその結果はどうなったかっていうと、まあ梅原さんがまあ月1万ぐらいならええかっていう感じでね、まあ一応乗っかってくれたということになります。でこれは決してですね、まあ私のプレゼンに感銘受けて、よし君のやってることは素晴らしい、ぜひぜひスポンサードしてやろうっていう、まあそんな乗り気な感じというよりはですね、まあやはり梅原さん主催で、まあこのイベントできるだけ盛り上げたいなっていう思いがすごいあったと思うんですよね。それでまあ月1万円ぐらいならまあええんちゃうっていう、まあそれぐらいのモチベーションだと思います。で、それは私がですね、あんまり魅力的にお話できなかったからということになるんですけれども、まあ、それはともかくとしてですね、まあやっぱりある程度この人は、ちゃんとそのよくわからんけど、有機化学というコミュニティで、いくらか頑張ってる人なのかなっていうふうには思っていただけたんだろうとは思ってます。で、まあ月1万円ぐらいならということで、スポンサードしてもらえたということになります。で、今何してるのかっていうと、まあ大きいことはね、全然できていないんですけれども、まあ有機化学コミュニティの人たちに、まあそういう、まあ私が言ったですね、ゲーマーという人種を、まあ、知ってくれたら嬉しいなと思って、この私の配信している動画のエンドカードは、まあ、これにしています。で、梅原さんからスポンサードされているよっていうことと、概要欄に、まあ、そのちょっと見たら面白いんじゃないかなっていう動画のリンクを貼っているっていう形になります。で、このことはケムステさんにも取り上げていただきました。本当にですね、こういったようわからん活動なんですけれども、まあ、ケムステさんのようなすごくちゃんとしたメディアから取り上げてもらえるっていうのは嬉しいことで、これについてもですね、本当に熱く御礼申し上げます。ありがとうございます、ケムステさん。で、ですね、まあ要は全く異分野ですよね。ゲームコミュニティという、全然違う分野の人がですね、有機化学というわけのわからんであろう分野にお金を出してくれている、まあ、これはですね、かなりすごい状況だと思っています。で、ゲーマー、まあ、梅原さんですね。梅原さんの、まあ、そういう学問に対する完全な善意でしかないわけですよね。で、考えてほしいんですけど、月1万円だから、まあ、1年サポートで12万円ですよね。その12万円、その自分のポケットマネーを、こう、有機化学に投じたことのある人って何人ぐらいいますかね。ほとんどいないんじゃないかなと思います。それは大学で研究やられてる人も、まあましてや学生もね、別に月1万円、年12万、何か有機化学に対して使ったことないですよね。で、それをですね、まあ異分野、全くの異分野の、ゲーマーの梅原さんが、ポンと出してくれたっていうのは、これは本当にすごいことなんですよね。で、それに報いることっていうのはですね、残念ながら、まああんまりできてないかもしれないんですけれども、まあ私がね、そのゲーム業界に対してこう、プラスになるようなことってできてないとは思うんですけれども、まあやはり梅原さんは別にそんな、まあ私に対してですね、何か働きっていうのを求めてるってよりは、まあなんか月1万円ぐらいちょっとパッと上げたら、まあなんか少しそっちの方で盛り上がってくれたらいいなっていう風な思いもあるんじゃないかなと思っていて、で、まあちょっとですね、梅原さんが1万円出してくれた、身を切ってくれたのなら、まあ自分も
多少のお金と手間を有機化学に注がないといけないなっていうふうに思いました。で、じゃあ何をやるのかっていうと、まあ俺の論文を読めという企画をやればいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ私はですね、そんな影響力持ってないですけれども、まあいろいろな人のですね、論文を読んで、で、こういった論文あるよっていうふうにみんなになんかちょっと広める少しくらいのことはできるんじゃないかなと思っていて、で、実際にそれを形作っていったのですね。まあ自分が時間と手間を使って論文を読めばいい。で、それをイベント化したのが、この有機化学 X 論文アワードということになります。まあだから、その私がですね、今回有機化学 X 論文アワードをやろうと思ったのはですね、梅原さんが、まあ、月1万円私に投じてくれたからっていうのがすごく大きいんですね。まあだからこそ、まあ自分も何か時間とね、手間をかけてやらないといけないなっていうふうに強く思いまして、これを企画させていただいたということになります。はい。で、有機化学 X 論文アワード。まあ今ね、視聴してくださってる方はほとんど知ってるかもしれないんですけれども、改めてどんな企画だったかっていうのを簡単に紹介しますと、X、旧 Twitter で論文のリンクを貼るだけで応募できる有機化学の賞ということになります。まあ例えばこれ私の応募例のリプ貼ってあるんですけど、まあリンクとですね、まあ一言コメントあって、その絵をただ一枚載せるだけでいい。まあこれで応募完了ってことですね。で、あとは、まあ、私ないし、審査員の方が、論文読んで審査して、まあ、ええー、なぁ、思った論文に賞をあげるっていうことになります。で、売りはですね、まあ、やっぱり、できるだけね、参加してくださった方に、あ、よかったなっていうふうに思ってほしいなと思って、まあ、私が、論文読んで、コメント、まあ、それぞれの参加者にするっていうことを行いました。で、あと、賞金出したいなと思いました。なんかね、学会のポスター賞とかで、なんか賞っていう名前ついてますけどね、もらえるのは、まあ A4 のちょっと上等な紙に印刷されたペラペラの賞状みたいなね、それだけっていうのが大体だと思うんですけども、それとは一線を画したいっていうことで、まあ、賞金が出るっていうか、まあ私が出しゃいいと思ってました。でも私一人だとね、本当にちょっと、お金がないので、まあ、親友企画さん、今コメントをしてくださってて、聞いてくださってると思うんですけども、親友企画さんに、最初ですね、相談して、まあ、親友企画さんもこの企画、面白いんじゃないっていうふうに賛同してくださいまして、まあ、僕が1万円、親友企画さんが1万円で、まあ、計3人にですね、1万円、5000円、5000円の3人に賞金が出るという仕組みにしました。で、あと、売りはですね、若い人を優先しようっていうことを最初に決めてました。まあ、私が適当に賞を開いてですね、受賞したのが偉い先生ばっかりとかだとですね、まあ意味がよくわからないので、意味もないですし、まあやっぱり、こう学生とかで頑張って論文出した人、そういう人を、評価したいなと。で、それを公言することによって、まあ学生の人もできるだけ参加してねっていうふうにアピールしました。まあ、要は論文を出した若い人を応援するお祭りみたいなイベントになるといいなと思って企画しました。で、最初はさっきも言った通り、まあこんな感じでですね、最優秀賞に天岐阜1万円、優秀賞2名に天岐阜5000円っていう風な設計にしてたんですけれども、まあ私、せっかくね、イベントするし、で、結構ね、親友企画さんがパッと乗っかってくれたんですよね。こういうことしようと思ってるんだけどどうかなって言ったら、ちょっと1枚噛みたいなっつって、で、じゃあスポンサーになってくれへんっつったら、本当にですね、スポンサーパッとその場で即決していただいたんで、もしかしたら他にも乗ってくれる人いるんじゃないってことでね、ブログのところにですね、スポンサー募集中っていう風に書いたんですね。そしたらスポンサーがドドドと増えていきまして、まあ、結果、17名、17枠、賞金が出るというふうに結果になりました。まあ、まあ、優秀賞、そして優秀賞と同列の審査員特別賞が、まあ、これだけ増えてですね。で、しかも、松花房さんが、
ちょっと広い範囲にわたるようにっていうことで、3000円の図書券の電子版ですね。これを5名にあげようって言って、なんかとんでもないことになりました。なので、本当にですね、このイベント最初の方は、なんか賞金もらえる、応募者よりも賞金もらえる人の方が多いんじゃないかみたいな感じになりまして。まあなかなかね、応募者増えないかなっていうふうに逆に心配するっていう贅沢な悩みをしていたんですけども、おかげさまでですね、応募が全43報ということで、まあ非常に素晴らしい論文をたくさんご応募いただきました。でですね、思ったよりも、まあ私がね、やっぱり背景有機合成っていうところで、まあそういった論文ばっかりになるんじゃないかなと思ってたんですけれども、思いのほかそのバイオ系であったり、なんかちょっとね、物性系の論文であったり、まあ結構幅広い有機化学関連する分野から応募があり、まあ読んでいてですね、まあ普段だったら絶対読まないような論文も読む貴重な機会になったので、まあそれは本当にですね、すごい楽しかったですね。で、まあ本当いい論文ばっかりだったので、審査は難航しました。もう本当に悩ましくてですね、なんかこれを選んでしまったらこれを受賞させることができないのかみたいなね、なんかそういう悩みをずっと抱えていたんですが、もう迷ったらですね、若い方を優先しました。はい。で、正直もうそれでも含めてもですね、えいやという、まあ適当に決めるしかなかったっていうのが正直なところでして、本当にですね、今回先に言っておきたいのは、まあ応募してくれた人の中で、まあ残念ながら外れちゃった人も当然いるとは思うんですけれども、全然落ち込む必要はないよっていうのは先に申し上げておきます。ごめんなさい、ぶっちゃけエイヤで選んでます。で、優秀賞と審査員特別賞、ここに優劣はないです。最優秀賞はね、最優秀賞にふさわしい論文を選ばせていただこうという意気込みで、まあこれだっていうふうにやったんですけども、まあ優秀賞と審査員特別賞どっちがすごいとかはないっていうことはちょっと先に申し上げておきます。では、ちょっとね、前置き30分ぐらい長くなりましたけれども、受賞者の発表をしていこうと思います。まず、松下房図書プライズですね。こちら5名になるんですけれども、こちらのスポンサーは、松下房さん。まあ出版社で、教科書とか比較的お堅い、なんて言うんだろうな、本を出版している会社になるんですけれども、図書カードネクストっていうね、今紙の図書カードだけじゃないんですね。図書券がデジタルにもなっているということで、私知らなかったんですけれども、まあそういうのをですね、3000円分5名に授与させていただこうということになります。では、じゃん、受賞者はこちらの5名ということになります。寺崎さん、仁さん、愚痴さん、海流梅田さん、大吾林さん、おめでとうございます。で、松下房図書プライズはですね、比較的若い人多めなのかもしれないですね。まあ、この賞自体がね、若い人を中心ということになるんですけれども、まあ、結果、いろいろやりくりして選んだ結果、まあ、こちらの比較的若いメンバーが揃ったということになるんですが、まあ、特に注目してほしいのはですね、全部面白い論文だったんですけどね。で、注目してほしいのはこの寺崎さんですね。寺崎さん、実はですね、今回の参加者で唯一の高校生ということでね、高校生の方が、まあ、高校の部活でずっとやられてた研究成果っていうのをまとめて、まあ、PDF にしてですね、参加してくれたということでですね、まあ、これは本当に、まあ、私、最初全然想定していなかったんですけれども、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、やっぱり、なんていうのかな、日本の科学界の未来明るいなみたいなね、まあ、やっぱそういう姿勢っていうんですかね、それはやっぱりすごいいいなと思いました。で、研究内容についてもですね、環境に優しいやつで、プラスチック作っていこうっていうのを目指した研究なさってて、まあ本当に重要性っていうんですかね、自分の研究のどこが大事かっていうのをちゃんと認識された上で取り組まれているということで、まあ読んでて面白かったので、ぜひですね、皆さんも、私の固定ツイートのところから、見てくれたらいいんじゃないかなと思います。まあ本当に、
あの体裁もかなり力を入れて作ったっていうのがすごくわかる論文になっておりますので、まあ、今の高校生こんなに頑張るんかいっていうのをですね、ぜひ味わってみてください、必見だと思います。でその他の仁さん、ぐちさん、海流梅田さん、大悟林さん、ちょっと時間の関係でね、詳しくはお話できませんけども、それぞれ、バリエーション豊かなですね、天然物化学反応だったり、まあ、あとは無機有機複合材料だったり、まあ、非常にバラエティ豊かな、興味深い、研究だったと思います。で、消化ごぼう図書プライズね、3000円の図書券もらって何かを、で何買うかってね、やっぱり初夏坊さんの本買うのがやっぱ義理なんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、で初夏坊さんのおすすめの本何かないかってあるんですね。それがこちらに示している超有機化学入門、研究者120年の熱狂っていうね、まあ、文系でもその研究者の120年間の成果が3時間で分かってしまうというね、まあ、ものすごく、タイムコスパがいい本になっておりますので、まあ、すごい名著だと思いますのでね、ぜひ買ってください。まあ、皆さんも持ってるかな？まあ、なんせね、この本、私が書いた本なので、ぜひですね、消化坊さんのおすすめの本をこれ紹介しておきますので、ぜひですね、この正月年末、時間あるでしょうから、持ってないやつは、買え。お願いします。はい。というわけで、宣伝も済んだところで、宣伝オツと。はい。すいません。ということで、それではですね、続いて、生かした分子賞。これは大学教員の方がスポンサードしてくれて、選ばせていただいた、その大学教員がチョイスした、賞ということになります。さて、2023年最も生かした分子は、これだ。はい、生かした分子賞受賞は、振動研究室の、こちらの論文になります。でこれはですね、まあ、見ての通りというか、まあ、変わった分子が書いてありますね。このいった この辺りの構造、イプチセンという構造になるんですけれども、そのイプチセンの構造をこう何個も何個もつなげていこうという研究になります。で見ての通り、まあすごく形がなんか綺麗でね、面白い分子だなっていうことがわかると思います。で、逆にこの論文面白いのが、もうそれだけなんですよね。これを作るんだって。で、それになんか理由があるのかっていうと別にないんですよね。これが何か薬になったりとか、まあすごい材料になったりとかは、まあまだ全然だと思うんですけども、まあ多分この形に見せられて、まあ、こういった形をどこまでつなげられるんだろうっていう、本当に大学の、大学らしいですね、基礎的な研究ということで、まあそれで本当にね、すごい苦労されてやってる部分もあったり、まあすごいエレガントなアイデアを出してる部分があったり、まあ本当にですね、いろいろなんか考えさせられるというか、まあ美しい分子を作るためにはどうすればいいっていうね、そういったところがなんか生かした分子賞にふさわしいところかなと思います。まあ、振動研究室の皆さん、これね、振動研究室の誰なんでしょうね、ちょっと応募してくれた人、まあ研究室のアカウントから応募してくれたので、ちょっとね、誰が応募したかっていうのがいまいちちょっとわからない中での受賞になるんですけども、ぜひですね、天岐阜5000円は研究室飲み会とかそういうので使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、おめでとうございます。では続きまして、創薬ちゃん賞、まあ、創薬ちゃんこと村雲薬さんが、選んだ論文はこちらになります。創薬ちゃん賞はこちらのポイレさんでいいのかな、ポイレさんのこちらの論文になります。まあ、これは結構バイオ系の論文でしてですね、まあまあ私がこの審査するために読んだ論文の中で一番苦労したというか、なかなか分野違いもあって難しかった、論文になるんですけれども、まあ興味深い活性を持つ分子っていうのがまずあってですね、で、それがどこの何に効いてるのかっていうのが全然今までわからなかったんですけども、それをですね、自己耐性
遺伝子、うん、なんかそういうのでなんか作ってるやつはそれにやられたりしないわけで、それは何でかっていうようなところから始まって、まあいろいろですね明らかにしていくというような論文になっています。でちょっとこの論文について村雲薬さんともちょっとお話しすることができたんですけれども、まあやっぱりですね、そういったアイディア着眼がまず素晴らしいですし、まああとここのですねどう効いているか、まあモレキュラーグルーみたいになって効いているそうなんですけれども、まあそういった機構もちょっと面白いっていうところで、まあ秀逸なアイディアからなんか優れた知見を得られてきたということで、まあそういうバイオ的なところで非常に進歩のある論文ということで、まあ創薬チャン賞にふさわしい論文なんじゃないかなと思います。でポイレさん本当におめでとうございます。はい、じゃんじゃんいきましょう。続いてはナノカーボン賞ですね。山本隆弘先生のスポンサードによって、設立された賞ということになるんですが、今年のナノカーボン賞はこちらの論文を選ばせていただきました。ドン、でっかいポルフィリン作ろうっていう、まあ、でっかいポルフィリンっていうかね、ポルフィリンの周りをぐるぐる巻いていっちゃおうという研究になっております。で、作った分子は結構ね、対称性が高くて、まあ非常に、面白そうな分子だっていうことはすぐにわかると思うんですけれども、まあこんな分子どうやって作るんだよって思いますよね。で、中間体が一個前に書いてあって、これから作るよっていうふうに書いてあるんですが、じゃあこれどうやって作るのっていうふうに思いますよね。で、まあそういうですね、まあシンプルなんですけども、明らかに作るのが難しそうな分子っていうのを、まあ華麗に合成されているっていうの、まずそこが一つ卓越している部分かなと思いますし、まああとはですね、やっぱりこの論文が私結構好きだなって思うのが、こう、すごいやってることがとんでもなく難しいことを目指そうとしているっていうのが伝わってくるんですよね。まあ、この論文、将来的には多分もっとですね、ここをつないで、もう本当に全て全周が縮管したポルフィリンを作ろうっていうふうに、こう、研究を施行されていると思うんですよね。で、ちょっとですね、まあそういったところが伺えますし、で、そういうことができれば、ナノカーボンの中にポルフィリンを入れておく。で、ナノカーボンの中にポルフィリンが入っておけば、ナノカーボンとその金属イオンと、まあそういった新しいケミストリーが見えてくるだろうっていうのがなんか想像できるんで、なんかそういったのを目指されてるんだろうなっていうふうに感じました。で、やっぱりそれはすごく難しいんですけども、まあ一つずつですね、今近づかれているっていうのを感じる、まあライブ感を感じる論文でして、まあ本当に興味深い、論文なんじゃないかなと思います。立法受賞おめでとうございます。じゃあ次いくよ。次はですね、未来産業科学賞ということで、これはですね、私の会社の同僚がスポンサードしてくれました。で、ある日ですね、まあ朝メールチェックしていると、見慣れないアドレスから、メールが来ておりまして、なんかこの社内のメールでですね、なんかこの賞ちょっとスポンサードしたいんだけどみたいな、そんなメールをしてくださりまして。まあ未来産業科学、企業のね、人が、設立した賞ということで、まあ、こういった賞を作ろうという話になりました。で、そんな私の同僚の方が、まあ、2023年、これが未来の産業を変えるんじゃないかと考えた論文がこちらになります。これはですね、ニッケル触媒を使った、エポキシレジンの分解反応ですね。まあこういったモデル化合物はこういった水酸基を持つ、フェノキサイドなんですけれども、これをニッケル触媒作用させると、フェノールが取れてくるっていう、まあ素反応だけ見てるとね、あらそうっていう感じなんですけれども、まあこれ何がしたいのかっていうと、まあエポキシ樹脂ですね、熱硬化性の樹脂なんですけれども、まあその熱硬化性の樹脂ってもう一回固めちゃうとですね、カッチカチになってどうにもならん。まあそれがいいとこでもあり、まあやっぱりですね、こうリサイクルしようとか思うと悪いところにもなるんですけれど、まあそのエポキシレジン、カッチカチの銅にもならんやつを、こういう均一触媒で、
なんかフェノール回収してくるっていうのはなかなかの驚き反応でして、まあ実際にですね、私の所属している会社、このビスフェノール A とか結構よく使うような企業ですので、まあこれはですね、まあ我々の会社の人が選ぶっていうのは、まあ妥当なところでありまして、まあ未来産業革新にふさわしい論文ということになります。リャオさん、おめでとうございます。ね、これはすごいとかね、書いてくださってますね。ほんとね、すごいよね。びっくりするよね。で、続きまして、松田バイオコンジュゲーション賞ということで、松田豊さんが、まあ、選んでくださった論文はこちらになります。はい。西山さんの論文で、高原の上で抗体を使って有機反応を加速させるという、言葉ですると何を言っているのかちょっと難しいんですけれども、まあ、要はですね、こう、バイオ系の技術を使って有機反応を制御するっていうと、例えば菌に有機化合物をそのまま作らせたりとか、あとは酵素反応で酵素のパワーを使って合成するとかいうのは知られているんですけども、まあそれとは全く異なる原理の培養を使った有機合成っていう話ですね。この抗体と抗原、まあそれぞれ相互作用を特異的にするっていうところで、まあ、二つピタピタっとくっつけて、そしたら近くにいるから反応が早くなるね。有機反応を制御できてるねっていう、まあそういう原理になっているんですけれども、まあ要するに二つの分子をもうこう手でですね、ガチャンとくっつけるようなダイナミズムがある論文ですね。まあなんか本当にアイディアが斬新すぎて、ちょっと驚きですよね。で、やっぱりいろいろ広い範囲に応用されるかどうかっていうのはこれからになると思うんですけれども、まあ一つですね、こういったなんか斬新なアイデアを実現して、証明してみせたっていうのは、まあものすごくいいことなんじゃないかなと思います。まあなんかバイオコンジュゲーション賞にふさわしい論文なんじゃないかなと思います。はいはい、次はですね、ラジカル反応賞になります。ラジカル反応賞は某国立大助教の、人が、やってくれました。ラジカル反応症はこちらになります。こちらはですね、ノリッシュタイプ1反応と、金属触媒反応の融合という、まあそういう趣旨の論文になるわけなんですけれども、まあノリッシュタイプ1反応っていうのは何かっていうと、まあものすごく古くからある光反応なんですね。古典的な光反応ということで。まあ、古典反応にありがちなんですけども、反応がその過激すぎてですね、なかなかうまく制御するのが難しいという欠点があるような反応です。で、それを、その暴れ馬みたいな反応をですね、このロジウム触媒ですね、まあ、比較的歴史の新しいケミストリーを使って、まあ、その2つをハイブリッドすることによって、まあ一つですね、シンプルで実用性の高い反応を仕掛けた、仕上げたってことですね。このケトンを酵素に変えちゃうっていうね。まあで、この酵素はですね、スズキミアールカップリングとかで使えますから非常に有効な官能基ってことになるんですけれども、まあそういった反応を仕上げたということになります。で、やはり何がすごいのかっていうと、まあすごく古い光反応と、まあ本当にそれ特有の専門知識がないとなかなか理解するのが難しい金属触媒の化学、これを見事にハイブリッドしたっていうのはですね、まあ古い反応も新しい反応も全て、まあ抑えた上で、まあそれを、まあどうやったら組み合わせられるかって考えるし、まあ優秀な頭脳を持ってないと絶対できないような仕事なわけですね。まあ本当にプロの仕事だなっていうふうに感じる一方ということになります。本当に素晴らしい成果だと思います。藤巻さん、おめでとうございます。で、ラジカル反応賞、この一つの予定だったんですけれども、ラジカル反応賞を選んでくれた、その大学教員の先生ですね。大学教員の先生が、いや、ごめん、俺もう一方選びたいやつあんねん、枠増やしてって言ってですね、最初5000円の、なんだろう、5000円の枠を買っていただいて、スポンサードってことだったんですが、まあ、2枠、1万円出してくれてですね、まあ、もう1個枠を使って、
表彰したいということでね、受賞者は実は増えてます。最初に行った時よりも増えてですね、もう一人受賞者が出てます。ラジカル反応賞、もう一人はこちらになります。ラジカル反応賞2つ目はですね、奥松さんの論文、こちらの論文ということになります。で、この奥松さんの、ケミストリーのポイントは、この、要素から手が3つも生えている超原子化要素試薬ということになるんですけれども、まあ、この要素と窒素を持った試薬、これが、まあ、奥松さんのですね、得意分子みたいな感じですね。まあ、前からこの分子を使って研究されてるんですけども、今回は前とは全く違う使い方をして、光反応でラジカルを出すっていう、まあそういう使い方をしたぞってことになります。で、やってる分子変換がですね、なかなか、レベルが高くて、カルボン酸を、酸化してですね、ラジカル出して、分子くっつけて窒素でトラップってことでね、まあ、かなり難しそうな反応、三成分反応ですね。三つの成分がパパパッとくっつく、非常に、素晴らしい反応でございます。で、これもやはりですね、ラジカルのことをうまく利用した反応ということで、まあ非常にやってることも難しくてレベル高いですし、まあシンプルに仕上げてて、あと反応機構解析もですね、かなり詳細にやられていて、論文としても、この周辺分野やってる人なら、まあ、読んだ方がいい、すごいいい論文なんじゃないかなと私自身は感じました。奥松さん、本当におめでとうございます。はい、というわけで、ちょっと休憩がてらコメント拾っておきますと、ちょっと待ってね。イプチセン大好きくんなので個人的にこの論文刺さりました。わかるね、この論文。なんか PDF 開いた瞬間ちょっと嬉しかったもんね、俺とかね。好きだなぁみたいな。イプチセン好きだなぁみたいな。好きじゃないとああいうことできないからね、本当に。まあそういうのがやっぱ大事ですよね。オリジナリティとかにつながっていくのかなと思います。で、なんか面白い形のポルフィリンってね。まあそうだよね。まあ本当本能に訴えかけますよね、ああいう綺麗な文章はね。で、それは素晴らしいと思います。で、要素関連の化合物を用いた有機反応ありますよね。うん、そうだね。はい、というわけで、続きやっていきましょう。続いてはですね、TCN さんプレゼンツ、TCN 計算実験理論科学祭賞ということですね。理論学祭賞ということで、まあ、TCN さんが、意図したのはですね、まあ、どうせ合成の論文が多いだろうっていうのは、やっぱり分かって、いらっしゃったようで、で、だからこそ、まあ自分は、ちょっと、それとは違う要素を少しでも含む論文っていうのを選びたいなと思ってますって言ってくれてました。で、TCN さんもすごいですね。さっきと同様、枠を2つお買い上げいただいて、この賞に1万円スポンサードしてくれてるってことで、本当にありがとうございます。で、TCN さんが選んだ論文、1つ目はこちらになります。ヒロさんのですね、これなんだろうね、偽性機械結合っていうんですかね。まあ要はこれ何かっていうと、説明がですね、この絵の通りでして、実はですね、分子、ネットワークが強固すぎると、型もろくなってしまうんですね。すぐに、こう、パキンと折れてしまうような材料になってしまうんですけれども、これをですね、ある程度結合しているけれども、強い力かかると切れる、そういう偽性結合と言われるような概念なんですけども、そういった結合を入れておくと、こう力がかかった時にそこの結合だけピュッて切れて、応力を逃がすっていう風になるので、まあ、材料が粘り強くなるっていうことが知られていて、で、それが機械的な結合、まあこのロタキサンと言われる分子の輪っか、他が棒に通った状態ですね。これでできるよ。そして、まあそれはこういう感じですよっていうのをちゃんと、証明したっていう、いろいろ調べたというような内容になっています。で、ちょっとですね、面白いのが、こういう本当にでかすぎるストッパーを使うとですね、これ、ポンと取れないので、犠牲結合としてならずに、これだと弱いまんまなんですけれども、
こちら微妙にちょっとだけ障害のあるいい感じのサイズのストッパーを使うとですね、応力がかかった時につるっと抜けるっていうことで、まあ、あの材料が強くなるっていうことを、確かめられたっていうことでね、まあ本当に基礎的でですね、この分野をやっている人たちは、まあ、あの未来英語を読まれるであろう、まあすごい論文の中でも名作と言っていい論文になるんじゃないかなと思ってます。で、本当に実験計画が素晴らしくてですね、まあ、あのこの論文は本当に私素晴らしいなと思って読ませていただきました。ヒロさん、おめでとうございます。で、続きまして TCN、計算実験理論学最小の2つ目は、ラムダと MTG さんのこちらの論文になります。で、こちらの論文はですね、コバレントオーガニックフレームワークって言って、まあ、有機化学でこうジャングルジ有機化合物でジャングルジムみたいなものを作るっていうような科学になるんですけども、そのジャングルジムの中の一つの空間のサイズって、まあ、あのいろいろ変えれますよね。細かくすればスポンジみたいになりますし、大きくすればなんだろう、鉄骨みたいになりますよね。で、ラムダさんが目指されたのは、まあ、できるだけでかい穴を作ろうという。で、それが分子サイズででかい穴っていうことでね、あの一番小さいでかい穴みたいなね、不思議な表現の穴になるわけなんですが、まあラムダさんが作った穴っていうのは 4.7 ナノメートルって、まああの日常生活ではね、 4.7 ナノメートルってめっちゃ小さく感じますけども、 4.7 ナノメートル分子サイズでいうとむちゃくちゃでかい穴なんですね。で、それをそんなでかい穴をもう綺麗に作るっていうのはなかなか至難の技だったんですけれども、まあ、ラムダさんはそれを見事にやってのけたっていうことでですね、まああの本当にですね、この分野いろいろな、研究者が、やっておりまして、一つ大きい穴をきれいに作るっていうのは、まあみんなが目指す、なんだろうな、あのスパコンの競争みたいな感じですよね。できるだけ性能のいいスパコン開発するぞみたいな感じで、できるだけでかい穴作るぞみたいな競争があるわけなんですけれども、まあ、そこの世界の最前線に立たれたということでね、まあ、そのこと自身が素晴らしいですし、まあ、あのラムダさんはそれだけじゃなくて、まあ、薬をですね、そのジャングルジムの穴の中に入れといてゆっくり出ていくっていうような挙動を観察したり、まあ、その未来につなげようっていう意思も、まあ、論文の中にこもっていてですね、本当にあのいい論文ってこういうことなんだろうなっていうふうに思いました。ラムダさん、おめでとうございます。はい、それでは優秀賞なんですけれども、ケンさんの、スポンサードによって、私が、選ばせていただきました。優秀賞は3枠ありましてね、そのうちの1枠のケンさんの分は、まあ、ケンさんはですね、まあ、私のお友達なんですけれども、有機化学むちゃくちゃできるっていうと上からだな、有機化学のスーパースペシャリストなので、まあそういった人を思い浮かべつつ選ばせていただきました。それがこちらの論文になります。総一郎さんの、全合成の論文ということになります。で、この全合成の論文は本当に全合成論文の中でも本当にいいというか読み応えのある論文でした。で、これは何かっていうとですね、まずこの7因環ですね、7角形を持つ分子を作ろうっていうことで、なかなか難しいので、その作る反応をまずデザインして、オリジナルの反応で 4+3 の7因環形成反応を作って、7因環のこちらの、天然物と言われている化合物を作ったんですけど、実は作ったらそのこういう形ですよって言われている論文を参考に、この化合物作ったらこれじゃなかったことが分かったんですね。あれ、全然作ったけど全然物性違うじゃんみたいになりまして、まあこの構造、実は前の論文が間違ってたってことが分かったんですよね。で、じゃあどうすんのっていうと、まあ凡庸、普通の研究者ならですね、言われてた構造を作ったけど違いましたよっていう論文を出すんですけれど、まあそんな生ぬるいことしないですね。じゃあ本物作ったろわいっていうことで全合成をやり直しして、
こちらの分子を作られたということになります。でこれが正しい天然物の構造であることが分かったということでね、本当にまるでよくできたドラマのような論文でございました。まあ本当に素晴らしい論文ですよね。めちゃめちゃ実験したんだろうなっていうことも感じますし、まあ本当に全合成の面白いところがいっぱい詰まった論文なんじゃないかなと思います。素晴らしい論文ありがとうございます。総一郎さん、ありがとうございます。はい、次、優秀賞2枠目ということで、優秀賞2枠目はですね、優秀賞2枠目と3枠目はですね、新有機化学さんのスポンサードによって、設立した賞ということで、選ばせていただいたんですけれども、まあ、選んだのはね、私が選ばせていただいたんですけれども、まあ、やっぱり新有機化学さん、実は有機化学が大学時代専攻じゃなかったっていうことでね、どちらかというと作体化学とかやられてたってことで、まあそういったこともちょっと頭の片隅に入れて、なんかちょっと有機化学とは違う分野の論文っていうのも選ぶのもいいんじゃないかなっていうふうに思っておりました。で、いろいろ読む中で、あ、この論文素晴らしいんじゃないかなと思ったのがこちらになります。浩平三部さんのですね、こちらの分子ですね。で、こちらの分子何かと言いますと、半導体になりつつ共有電体にもなるという論文になります。まあちょっとね、何言ってるかわからないし、まあ私もね、正直詳しいことわかってるかっていうのは微妙なんですけれども、まあ要はですね、半導体と共有電体って基本的には両立しないような性質なんですよね。なかなか半導体になるだけでも珍しいですし、共有電体になるだけでも難しいですし、その電場をかけてどうなるかっていう2つの性質なので、それが2つ同時に発現するっていうのは基本的にちょっと何言ってるかわからないみたいな感じでね、Google とかで検索するとですね、半導体共有電体違いみたいなのがサジェストされてですね、あ、やっぱりこれってなんか対立するっていうと言い過ぎですけども、なんか全然交わることのない物性っていう風な、まあ固定観念があったわけなんですけども、その有機分子で初めてそれを打ち破った分子ですね、半導体にもなるし共有電体にもなるっていう、でそれをしっかり調べられていて、まあ本当にすごい論文なんじゃないかなと思います。でちょっとね、分野も遠いということで不安だったんで、詳しい人に聞いたらですね、やっぱりその人もこれすごい分子だよっていうふうにおっしゃってたので、まあ、間違いなくすごい論文だと思います。ね、優秀賞にふさわしい論文を選べたんじゃないかなと思います。三部さん、おめでとうございます。続いて優秀賞3枠目なんですけれども、3枠目も新有機化学さんプレゼンツなんですが、3枠目はちょっと変わった選び方させていただきました。こちらになります。優秀賞3枠目は、長崎大白川研究室西織さん、OK さん、大輝さんの3名まとめてということになります。で今回のこの X 論文アワードね、まあいろいろな方から応募あったんですけども、その長崎大学の白川研究室の方は3名ね、応募してくださったんですね。そしてそれぞれの研究がまあこういった形になってるんですけども、まあポイントはご覧の通り、いずれの絵にも中心に書いてあるこちらの触媒ですね。ちょっとこれ拡大してみましょう。こちらの、あ、わかりにくくなっちゃった。これだったらいいかな。あ、いや、ダメだな。すいません。まあこちらの触媒になるわけなんですけれども、この触媒のポテンシャルを引き出そうというような研究になってます。まあこれが白川県の、なんていうのかな、オリジナルの触媒なんですけれども、まあそれを使うことによって、まあ新しい有機反応が可能になるんじゃないか、そういうのを、まあ少しずつ広げようという、まあそういった内容になってるんですね、お三人とも。で、私がこの、一連の研究すごい好きだなと思ったのはですね、本当に安易なところが一つもないんですよね。まあ本当に、まあ昔からいろいろある中で、まだ人間はこれができてないよね。でも俺たちの触媒ならそれが可能になるかもしれないじゃないかっていうことで、
まあ、挑戦されてですね、見事結実したのがこの三方ということになると思うんですけれども、まあ、やっぱりそういう姿勢っていうんですかね、本当に一歩ずつ人間にできることを増やしていこうっていうのは本当に大事な姿勢ですし、まあ本当なんか安易さないんですよね。流行りに乗っかろうとか、まあすぐに論文になることやろうとか、そういうのじゃなくて、まあしっかり自分たちにしかできないことやっていこうっていう強い、意志を感じたので、まあその中でね、まあ3人そういう意味では3人とも同じ方向を向いているお仕事ということで、まあ優劣つける意味もあんまりないかなと思いまして、3人まとめて受賞というちょっとざっくりとしたことにさせていただきました。でやっぱりですね、こうまあじゃあその5000円どうやって分けるんだっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ研究室の飲み会に使ってください。それがあぶく銭の一番正しい使い方だと思うのでね、ぜひですね研究室飲み会のちょっとした足しになればいいんじゃないかなと思います。ご受賞おめでとうございます。はい、で結構ねもう1時間以上経ったな、予想よりちょっと押してますけれども、最優秀賞、まあ、天岐阜1万円とですね、あと丸善出版様から、HGS 分子模型が贈られるぞということで、まあ、この1万円はまあ私が出して、分子模型は丸善出版が出すということになるんですが、いやまあ本当にですね、悩みました。まあ、最優秀賞を選ぶって無理なんですよね。食べ物で考えたらわかるんですけどね。ラーメン、とんかつ、寿司、あとなんだろう、イタリアン、フレンチ食って、どれが一番美味しいって言われても困りますよね。全部美味しかったです、みたいな。小学生みたいなことしか言えないんですけれども。まあ、それでもですね、企画上選ばなければならないということで、まあ、えいやという気持ちでね、選ばせていただきました。それでは、発表いたします。栄えある、有機化学 X 論文アワード2023最優秀賞論文は、じゃん。こちらの論文にさせていただきます。島住さんのですね、アロマティックナイトロゲンスキャニングバイイプソセレクティブナイトロインターナリゼーションということで、サイエンスに発表された論文ということになります。島住さんのコメントを引用しますと、有機化学者ならベンゼンをピリジンに直接変換できないかという狂気的な願いは一度はしたことあるのでは。この論文ではそんな夢の反応を実現しました。今年の至高の一方です、ね、夢の反応と自分で言ってますけども本当なんです。夢の反応を実現されました。まあ、ちょっと内容を見てみましょう。まあ、内容ね、詳しく説明するのは難しいんですけども、ざっくりこの論文が何したのかっていうのは、説明したいと思います。で、まずですね、これ、ベンゼン化ありますね。まあ、皆さん、高校の授業とかでも見たことある形だと思うんですけれども、まあ、これがですね、ほにゃららすると、見てください。ベンゼンじゃなくなってるぞと。ここに一つ、N が入ってますね。まあ、これ、窒素が入ったピリジンという別の芳香族化合物になっているわけなんですが、まあ、すなわち、ベンゼンをピリジンに変えるというね、まあ、紙に書くと、ものすごくシンプルな、まあ、簡単そうな分子変換なんですけれども、これが難しいんですよね。ベンゼン環っていうのは、まあ、本当に安定な形の代名詞でありまして、まあ、良くも悪くも壊れないんですよね。まあ、すごいガッチガチのもので、都合よくですね、ここの炭素を引っこ抜いて窒素を入れるなんてできるわけねえだろうっていうのがこれまでの有機化学の常識的な考えだったんですけれども、まあそれをどうやってクリアしたのかっていうとですね、まずここにアジドっていうね置換器入れておきまして、まあこれはベンゼン管の外に入れるんで比較的簡単にできるんですけども、これに光を当てるとなんか7因環になるんですね。まあ、窒素がこのベンゼン環の中に入ったってことになります。で、窒素入れるだけでもダメなんですよね。窒素入れるだけでもダメで、炭素を取らないといけません。で、炭素を取る仕掛けが次の酸化反応ですね。酸化することによって、炭素を取ってピリジンを完成させるということになります。
まあ、ものすごくですね、巧妙なんですね。で、どこら辺が巧妙かっていうのはですね、どんどん専門的な話になっていくんですけれども、まず、この反応は、スタート、最初はですね、実は、基地反応というか、忘れ去られていたような昔の反応なんですよね。この七因果になるっていう現象自体は結構古くから知られておりまして、ここまでは知られていたんですが、一つ工夫がこちらのヒドロキシアミンを反応させる。これがですね、まあ非常に大きいブレイクスルーだったわけですね。で、このヒドロキシアミンを使うことによって、ここの酸素はですね、ここら辺に反応することができて、で、この酸化剤を反応させたときに、炭素が取れることを見出したんですね。なので、古い反応に新しいアイデアを足すっていう、まあ本当にすごいアイデアを出したぞっていうことになります。で、しかもですね、まあ忘れ去られた古い反応に秀逸なアイデアをプラスっていうことで、で、あと、ここまで言うとですね、まあなんかちょっと賢いやつがうまくやったなっていうふうに聞こえるかもしれませんけども、そうじゃないところがまたね、なんていうか、この論文好きになっちゃう理由の一つなんですけれども、根性もだいぶ入ってるんですよね。さっきさらっとですね、ここ炭素取れます、酸化すると取れますって言いましたけれども、この酸化剤のチョイスが専門家の目から見ると結構謎だと思うんですけれども、まあ私は少なくとも初めてこの酸化剤を見てですね、よく似た普通の酸化剤に NBS? 少し意味だから NBS よね。NBS っていう主役があるんですけども、あれを使うとですね、全然うまくいかなかったんですよね。で、普通ならそれで終わりなはずなんですよ。うわぁ、いかんかった、ダメだったって。で、それでダメで、じゃあなんでダメだったんだろうで、いろいろ検討されたと思うんですけども、まあ、この酸化剤を見出されてですね、まあ、結果、うまくいったっていうことで、まあ、本当に古い反応、まあ、よく勉強している、そして斬新なアイデアを盛り込むセンス、そして、多少うまくいかなかっても根性で乗り越える狂気、それらをもってして、まあ、現代タッチで仕上げられてですね、一つ新しいコンセプトとして有機化学にこの方向感の中をいじるというね、新しい潮流をもたらしているということで、まあこのなんていうんだろうな、2023年の代表する有機化学の論文だったんじゃないかなと思います。なので本当に最優秀賞もですね、まあ待ったない素晴らしい成果だったんじゃないかなと思います。で、実はですね、島澄さんにこの、ショーが始まってからですね、応募してくださって、スペースで、X のスペースでお話しする機会があったんですけども、そこではですね、島澄さんにですね、まあ、ちょっと素晴らしい研究なんだけど、あなたにあげる気はありませんと。なぜかというと、あなたの論文がサイエンスだからですっていうお話を実はさせていただいたんですね。っていうのも、まあ、こういうですね、お祭り的な企画に、最優秀賞を何選ぶかってなった時に、まあ、サイエンスという本当に超トップジャーナルですよ。で、もうすでに世界的に評価されているものをわざわざ私とかが評価してもしょうがないじゃん、意味ないじゃんっていうことで、まあちょっとそういう圧力かけるから諦めてくれみたいな話を本当に直接したことはあるんですけれども、まあそれでもですね、やっぱり考えを改めてですね、最優秀賞にさせていただこうって思ったのはですね、まあもちろん内容が素晴らしかったっていうのは当然あるんですけれども、まあもう一つ大事な点がありまして、まあ島澄さんがですね、結構この企画、盛り上げに協力してくれたんですよね。本当に誰よりもコメントとか、あと、リツイートとかしてね、この企画全体を盛り上げてくれたっていうところがありまして、で、だからといって審査で優遇するっていう気は当然ないんですけれども、そういうね、不当な、なんだろう、不当ですよね、不当にこいつちょっと受賞諦めてもらおうとかいう気はですね、まあ失せてしまってですね、まあちゃんと審査してですね、ちゃんと
最優秀賞にさせていただいたという流れになります。で、やっぱりそのあたりもですね、なんというか人間、大げさに言うと人間性であったり、人の器だったりすると思うんですけども、そういったところも感じて、最優秀賞に選ばせていただいたということになります。だから本当、パーフェクトですね。すべてがすごい。もう、日本の有機化学の未来はあなたが握っていると思います。ので、本当にですね、今後も、まあ、どこかで活躍されることになると思うんですけども、本当にですね、社会で活躍してくださったら嬉しいなと思います。はい。というわけで、まあね、閉会の辞に移ろうと思うんですけれども、いい論文をたくさん読ませていただきました。本当に応募してくださった皆様ありがとうございます。そしてですね、今回応募できなかった方もですね、まあ盛り上げに協力してくれた方とかたくさんいたんでね、本当にありがとうございました。まあイベント自体すごく楽しかったな、良かったなと思います。で、ちょっと業務連絡なんですが、1月中には、賞金が渡るように手続きしたいなと思うので、お願いします。で、もしですね、受賞者の方、今見てくださってたらですね、できるだけ公式なメールアドレス、例えば大学のアドレスとか、会社のアドレスとか何でもいいんですけど、まあ、そういうのを、まあ、私の方に DM してくれると嬉しいです。まあ、私から後で聞くんですけどね、その聞く前に送ってくださるとちょっと嬉しいということで、よろしくお願いします。で、今回応募した方の中にもですね、私だけの研究とは言えない人っていうのがもしかしたらいるかもしれません。そういった場合は、おごることによって解消してください。仲良く、使ってください。で、応募してくださったのに受賞できなかった人も当然いると思います。ただ、それは、本当に自信を持っているんですけども、たまたまなので、落ち込むことだけはないようによろしくお願いします。運なんでね。大体運なんで。そこは、ご理解よろしくお願いします。はい。で、今回本当にスポンサーしてくださった皆様ありがとうございました。新友企画さん、ケンさん、松田さん、TCN さん、村雲さん、山本先生、私の同僚、大学教員の二方、そして消化ボート丸善出版。本当に、スポンサードしてくださってありがとうございます。おかげでいろんな人にですね、なんかこう表彰する機会みたいなものを私いただけたと思っているので、で、もらった人は学生が多いと思うんですけれども、まあ、すごく励みになるんじゃないかなと思って、まあ、有機化学を応援してくださってありがとうございます。で、あとですね、まあ、中盤にも申し上げました通り、この企画やってみようと思ったのはですね、梅原大吾さんが、オレオトレイという企画やってくださって、で、そこで、まあ、私に、なんかね、月1万円サポートしてやるってやってくださったのがきっかけで、俺もちょっと有機化学に何か捧げないとなって思ってやったっていうのがきっかけなんでね、まあ、本当に感謝、したいなと思います。お、新友企画がスパチャくれた。ありがとうございます。マジでありがとう。嬉しいね。選定内容も納得の2報でした。ね、新友企画さんは結構ね、結構長崎にゆかりがあるっていうことで、長崎大学に、送るのもあれだったし、あと、なんだっけ、時勢の研究もされてたってことでね、三瓶さんの研究も、結構ね、おおって感じだったっていう風に話を伺ってます。まあ、ちょっとそこまでね、全然意識しなかったんですけど、よかったと思います。はい。まあ、それで選んだとかじゃないですよ。本当にたまたまです。で、ですね、私の感想なんですが、まあ、楽しかったのと、あと、論文読むのね、マジで大変でした。ほんまに大変でした。これは本当に今年一番大変できつかったなと思います。もう電車の中も飯食ってる時もずーっと論文読んでましたからね、私。で、読むだけでも結構大変だったんですけど、何がきついってね、その論文のコメントを書くっていうのを売りにして今回の企画やってたんですけども、コメント書くのがマジできつかったです。本当に。ちょっとね、想像してほしいんですけど、皆さん映画見るじゃないですか。映画見るのも、まあまあ時間使うですけど、映画見て、その映画見た後に、
映画見た感想を絶対書かないといけないと思うと、結構心理的重圧違いますよね。まさにその状態でしてですね。いやー、なんか自分の思ったことを言葉にするって結構難しいんだなって思いました。なんかそういうつもりはないのに偉そうになっちゃったり、なんかなんか肯定的な気持ちのはずなのに、なんかちょっと適当に書いちゃうと、なんかイラッとさせてしまいかもしれない文章になったりですね。まあなんか本当にちょっと言葉を選ぶ必要は当然あるので、まあ、そこが難しかったなと思いました。なんか普段使わないところが鍛えられた気がします。そういう意味ではやってよかったのかな。でまあ何が言いたいのかというとですね、スパチャくれやね、新雪学さんがくれたけど、いや本当ありがとうございます、光栄です。でほんまね、スパチャ今同説がどんどん減って、最優秀賞を発表してから結構減ってきているけれども、まあスパチャね、めっちゃ待ってるよ。ちょっとぐらいくれてもえんやで。はい、というわけで、こじきをしたところで、続いて、もっとゆるい話をしていこうと思います。本当に楽な気分でここから聞いてください。でちょっとね、私もビール飲みます。ちょっと取ってくるんで。はい、ということで、楽な配信をしていこうと思います。もう大事な、言わなきゃいけないことはね、もう大体言えたと思うので、まあ、あとはちょっとふわーっとやっていこうと思います。あ、でももう9時20分なんだね。なんか1時間で終わるつもりだったけど、全然終わんねえな。まあいいや。まあちょっとだらだら長くやっていこうかなと思います。じゃあちょっとコメント読もうかな。そんな来てなかったけど。ほう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 。フライングしちゃった。ね。ありがとうございます。ゆりのゆるふわチャンネル、現役総大生さん。学生なんでお金がないです。いいよ、学生は。平崎さん。あ、高校生の応募してくださった方ですね。審査ご苦労様です。自分の知らないことにたくさん出会えて楽しかったです。いや、ほんとね、そう言ってくださってよかったです。まあ、本当に怖かったと思うんですよね。そういう審査に身を置くってことがね。結構大変だったと思うし、勇気も必要だったと思うんですが、やってくださってありがとうございます。その姿勢がですね、なんかこう、僕としてもすごい学ぶところになりました。ありがとうございます。学信取れたら送ります。言ったな。待ってるぞ。取れよ。科学大好きさん、来年は応募したいです。そうだね。まあこの賞はですね、実は論文出さないと応募できないっていうのも一つ、ポイントというか構造になっておりまして、まあ要はですね、メッセージとして論文出すのが正義なんだぞっていうのをちょっと発信したくてやっております。はい。西織さん、3000も、いや、なんかごめんね。なんか5000円の賞なのに3000円も入れてくれちゃって、なんかね、ありがとうございます。いや、本当に素晴らしい論文ありがとうございました。いや、なんかね、なんか僕すごい胸を打たれたんですよね。西織さんと奥野さんと、森さんのね、論文読ませていただいて。なんか、真面目に有機化するってこういうことだなって、久しぶりに思いました、本当に。あ、ペッコ太郎さん、ありがとう、200円、ありがとう、うれぴー。お、島津さん、お、第2回ではスポンサーになれるように仕事頑張ります。いいね、これいいね、胸圧展開だな。あ、それは確かにありがたいね。なんかそうやってコミュニティがどんどん増えていけばいいな。この審査するコミュニティと応募するコミュニティがね。なんか来年もね、どういう形かではやりたいと思ってるんですけれど、なんかちょっと俺が全部コメントするっていうのは無理があるなーっていうのが
ちょっと一回やった感想ですね。いや、ちょっとね、ちょっといろいろ歪みが生じたんで、生活に。はい、ちょっと考えていこうと思います。はい、というわけで、まあ、お正月のおすすめを述べていくんですが、あ、その前に乾杯。夜な夜なエールというね、非常に美味しいビールをいただきます。はい、お正月のおすすめ、格ゲー動画勢のすすめということでですね、あの、格闘ゲーム動画で見て楽しむ趣味を始めませんかというお誘いになります。あ、ちょっと待ってよ。で、これ紹介する意図っていうのはですね、やはり私、やしくも、梅原大吾さんにですね、スポンサードしていただいている身としてはですね、あの、本当に格ゲーをできるだけ有機化コミュニティに普及していきたいなぁと、普及していきたいなぁと思っているんですけれども、まあ、いかんせんプレイとかはね、ほとんど私しないですし、なかなかね、難しいんですけども、あの、まあ、私がそうであるように、あの、動画で見るだけでもですね、かなり楽しめるんですよね、実は。で、それを知らない人がかなり多いと思うので、今日はですね、あの、格ゲー動画で見るっていう趣味について、紹介しようと思います。で、このお正月に、この年末お正月にぴったりなね、あの、この後ぜひ見てほしいなっていうような動画をピックアップしましたので、そこから、格ゲー動画勢の道を進んでくれたらなと思って、お話しさせていただこうと思います。で、まずですね、何の動画見てくれたら一番、こう、ハマってくれるだろうって考えたんですけども、あの、ちょっと一つ動画選んできました。お正月、これぜひ見てほしいんですよね。オゴー対クラハシっていう、まあ、そのコンテンツがあるんですけれど、まあ、これちょっと説明しますとですね、まあ、真ん中、これ、梅原さんですね。で、こちらがクラハシさんで、こちらがオゴーさんなんですけれども、まあ、その、クラハシさんとオゴーさん何者かっていうと、まあ、梅原さんの年上のよく昔ゲームしてた仲間みたいな感じですね。で、梅原さんは大郷さんとも仲良し、倉橋さんとも仲良しっていうことになるんですけども、この大郷さんと倉橋さんはめっちゃ仲悪くて、絶対喋らないみたいなね、そういうのがありまして、で、それがきっかけでですね、ちょっとツイッターで、なんか煙が上がってですね、バチバチした煙が上がる事件がありまして、で、その2人がですね、ツイッター上とかで争いになりそうなところを、まあ、梅原さんがですね、間に入って、一回話し合いましょうっていうので開かれたのが、この、オゴー・クラハシの徹底討論ということで、まあ、あの、この動画はですね、もちろんゲームの動画ではないので、あの、誰でも楽しめると思います。まあ、あの、いい大人がですね、むっちゃ仲悪くて、なんか、すごいバチバチしてるっていうのはですね、あの、非常に面白いです。なんか、あの、ブレイキングダウンとかあるじゃないですか。ブレイキングダウンとか、ああいう人工的なバチバチではなくてですね、本当に長い時間かけてゆっくり積み上げられた本物のバチバチがね、見れるんで、あの、ぜひ見てほしいなと思います。で、この対談、まあ、お互い議論は平行線なんですよね。まあ、やっぱりいろいろ考え方が合わないんですよね。まあ、勝負哲学が違ったり、まあ、あの、本当に何を大事にするかとか、まあ、なんか、そういうものが異なってくる中で、でも格闘ゲームのいいところって、それを対決で白黒はっきりさせることができるんですね。それがこの別の動画になるんですけども、オゴー VS 倉橋 VS 梅原という企画が開かれまして、まあ、あの、梅原さんもね、そこに参戦という、巻き込まれた形で参戦しているんですけども、まあ、要はオゴーさんと倉橋さんの真剣勝負ということでですね、あの、ちょっと小さくて分かんないかもしれないですけれど、めちゃくちゃ怖い顔してゲーム2人やってですね、あの、本当にどっちもめっちゃ負けたくないんですよね。もう負けたらもう人生終わりぐらいの覚悟で2人が戦うっていうところでですね、で、かなり熱い試合が繰り広げられるので、あの、この対談動画見た後にこの対決動画見てみてください。あの、そういうバックグラウンド、背景、ストーリー知ってるとですね、この対決の動画もですね、すごく面白くなるんでね、あの、全然見え方が変わってくるので、ぜひですね、この背景から
対決を見るっていうのをやってみてください。めちゃめちゃ面白いです。で、この2人の対決がヒントになって、なんかいい大人のバチバチした本気の絶対に負けられない勝負って面白いよねっていうことに、まあ、梅原さんが気づかれてですね、獣道っていうイベントが開かれるんですね。で、これはプライドだけをかけたゲーム対決企画ということで、で、まあこれが獣道ゼロだとしたら、まあ獣道1234ってあるんですけどね、そういうのが送られるぞということになります。で、例えばどんな勝負かっていうと、この小川 VS マチャボーとかね、あの小川ギルティギアっていうゲームがありまして、格闘ゲームなんですけれども、この小川っていうこちらの左の人は、まあ、昔からギルティギアやっててですね、まあ、ギルティギアを愛してやまない人なんですけれども、一方のマチャボーさんっていうのは、まあ、ギルティギア本当に最強で、で小川さんはむっちゃ前から強かったんですけれども、マチャボーさんはまあそれを圧倒するぐらい強くなってきて、もう本当に最強って言われてきた人なんですけれども、まあ、ギルティギアで優勝しても幸せになれなかったみたいな発言をしちゃってね、まあ、すごいギルティギア勢からこうなんだよお前みたいな感じになってしまったんですけれど、まあ、この2人がですね、ギルティギアをずっと愛してる人とギルティギアを捨てた人、まあ、今ストリートファイターのプロゲーマーやってるんですけどね、の対決ということでね、この2人の対決すごい見応えあるんでぜひ見てください。で、他にもですね、梅原さんと時戸さんの試合とかまあまああるし、まあ今炎上インフルエンサーで有名な田ぬかなさんとその女性対決ってことでね、ゆうゆうさんっていうのが対決するんですけど、この2人もめっちゃ仲悪いんで、あの PV だけ見てくれたらもうそれがわかるんですけどね、 PV を見てから対決見てほしいんですけど、まあ、めっちゃ仲悪い2人がですね、ゲームで真剣にしのぎを削る、この姿本当に面白いです。まああとですね、格闘ゲームだけじゃなくてテトリス対決なんていうのもあって、雨宮太陽っていう昔から本当にねテトリスの神って言われてた人とカズっていうね高校生、まあ、当時高校生の人との対決があるんですけれども、まあ、それもねすごい見応えがあるんで、ぜひですね PV 見て対決見るっていうのをこの年末お正月にやってみてください。というわけで、いや長くなってきたからね、ちょっと質問とかはもうあんま考えてないんですけれども、さて皆さんご機嫌どうですかね。はい、まあ、ちょっとですねこの上の2つは省かせていただきまして、質問もちょっとやろうと思うんですけども、大学から企業に移って1年なんですけど、振り返ってどうですかっていう質問をいただきまして、まあ快適っていう一言ですね、まあ、やっぱり大学教員結構大変でしたね。まあ今思うとね、なんかすごい戦ってずっとやってたなっていう思いがあって、まあ、ちょっとほっとしちゃってるっていうところが正直ありますね。まあもちろんね、会社の方ももう少しね忙しくなってくる予定なんですけれども、まあまああの灼熱の鉄火場からはちょっとね一歩引いてしまったんだなっていうのを感じています。だから本当ね、そうなんですけどだからこそできることっていうのをね、ちょっとずつやっていけたらなと思ってます。で、あともう一回アカデミアに戻る可能性あるっていうふうな質問来てたんですけれども、絶対ないです。あのまあそんなね簡単に戻れるような甘い世界じゃないっていうのがまあ一番大きいんですけれども、まあいろいろ考えた上でね、今回最初のね就職は正直適当に企業行くかぐらいだったんですけれど、まあ今回の企業行くかはかなり考えた上での結論なんでね、まあいろいろね家族とかできますとね考え方も変わるもので、アカデミアに戻るっていうのはないんですけども、まあなんかまあ、今回ね X アワードやったように、そのアカデミアが嫌いとか憎いとかはそういうの全くないので、まあむしろねなんかこうまあアカデミアのキャリアがあったからこそ、こうアカデミアとちょっとなんだろう協力、うん、まあちょっとわかんないですけれど、なんかそういうつなぐようなことが少しでもできたらいいなと思って
活動させていただこうかなと思っております。はい、というわけで、お、なんか質問してる、質問が来てますね。陰進学して辛すぎて文系就職ってどうなんでしょうか。文系就職か。まあ、全然できるみたいですけどね。大学院、まあ、修士ならね、文系就職もありなんですけど、まあ、やっぱり、思った以上に大変な選択。まあ、大変というか、有利を放棄するっていう選択なんでね。文系就職やるってことは。本当に文系でキラキラした人たちと一緒の土俵を戦って、まあ、そこでやっていけるかどうかっていうのは、まあ、その人の、なんて言うんだろうな、能力とか、そういうところ次第だと思いますので、まあね、まあ、俺だったら無理なんだけど、宮川さんはできるかもしれないから、まあ、それはちょっと自分と相談してですね、よく悩んで、後悔なき選択をしたらいいんじゃないかなと思います。モロピーさんのような方が、アカデミアに戻りたいと思えるようなアカデミアになるには、どんなことが必要と、思われますか。ああ、難しいというか、おい、面白い質問ですね。俺がアカデミアに戻りたいと思うにはどうすればいいかか。そうだね。まあ、講座制は必死にしなきゃダメだよね。講座制はすごい、そういう意味では障害な気がしますね。マジで、システムはちょっと、カスだなって思ってるんで、まあでも難しいよね。講座制急になくすって言っても、もう講座制前提のシステムが出来上がってしまってるわけだから、それをどう直していけばいいかって、もう一回全部バラバラにするぐらいの大改革が必要だと思うんで、エコーかかってません、マジで、マジでエコーかかってる今。中場大丈夫だったのかな。なんで急にエコーかかるんだろう。どうですか皆さん、エコーかかってますか。まあいいや。ということで、講座制をぶっ壊せ。そしたらちょっと戻りたくなるかな。うん。で、あ、そうや、やくちゃんさん、学部中退科学タレントをリプレイスして政府有識者として呼ばれてください。うん、ということだ。学部中退系科学タレント。なんかあいつの顔が思い浮かんだな。制服、あ、代わりにね、制服有識者として言われてください。まあ、俺が有識者っていうのはちょっとね、さすがに恐れ多いというか、まあ確かに、ね、某彼より、俺の方がちょっとましちゃうかなって思うこともあるんですけれど、まあさすがに自分でも苦労すぎるかな。あれもちょっと社会の闇だよね。さてさて、なんかエコーも今かかってるのかな。なんかちょっとわかんない。マジで、なんかちょっと、ちょっと待ってくださいね。雑談タイム入ってから急に、マジで、なんで、ちょっと悲しいね、ごめんなさいね、ちょっとマジでわかんねえな。配信ソフトで PC を回して、マジでどこにでは、それが何かもちょっと分かんねえな。
これ今音鳴ってる？これ治ってる？もしかして。今治ってる人を治ってあ、治った。あ、わかりました。なんかちょっと二重に皆さん聞こえてたんですね、きっとね。ごめんなさいね。なるほど、ちょっと気をつけます。なんか変なところ触っちゃってたみたい。モロッピーさん、次の本出される予定は？いや、本書くのもね、きつかったんだよね。あれはちょっとできないよな、もうな。子供生まれちゃうと時間がなくてね、特にね、あとなかなか書く時間は取れないだろうなっていうふうに思ってますね。で、あと書きたいことを結構あの本に詰め込んだからね。なんか僕の思う有機化学のちょっと面白いところってところで、で、僕が次の本出すよりはなんか他の人が本出す方がいいんじゃないかなと思ってるんで、まあなんか少なくとも数年は出ないでしょうね。うん。あ、なんかそういえばこの前出版社からメール来てて無視しちゃったなんかあったな、そういえばはい、さてさて、なんか他に質問等ないですかね。なんかちょっと締まりが悪くなっちゃったな。お、有機合成シンポジウム、何の学会だそれ、いつとか、ちょっとわかんねえけど。じゃ、まあ、話したいこと話しましたし、今日はこれぐらいにしておきましょうかね。あんまりグダグダやりすぎてもね。なんか、ちょっとまだ話したいなかったら、スペースやろっかな、この後。どうしようかな。ちょっと二次会で、X の方で、スペースをちょっとやろっかな。お酒開けたけど、全然飲めてないし。ということで、YouTube はね、もうちょっとこれぐらいにして、結構動画撮ってると構えちゃうんで。あ、早稲田でやってたやつね。何の話したっけな。だいぶ昔か？学生の時かな。まあいいや。はい。じゃあ、もしよければ、X でスペースやるんで。てか、今やるわ。今開こう。できるだけね、連続して流入していただけるように。スペースで録音はしませんよと。ということで、皆さんもうおしまいですので、続きはですね、X のスペースの方で、やらせていただこうと思います。まあ、もう、むちゃくちゃ適当にやるんで、よろしくお願いします。ではでは。というわけで、2023年、非常に皆様、お世話になりました。まあ、本当にですね、いろいろ、考え方変わる1年でしたね。いろいろね、大学教員から、会社に移ったってのもありますし、その俺を取れとかいうのも、まあ私の価値観に結構影響を与えているようなことでもありますし、またね、この X ロンバーワード、本当にスポンサーがめっちゃ増えてくださったってのもね、あ、有機化学ってこんなにいろんな人が応援している分野なんだなっていうのもなんとか感じることができましたし、で、応募している論文はね、どれも素敵で、ああ、やっぱ面白い研究っていっぱいあるなっての再確認することができました。本当にですね、2023年、本当に皆様の好意で生かされております。今後とも何卒ご贔屓に。それじゃあまた来年2024年にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。